健康がいいって、ありのままがいい。何が？え、お前さん、ありのままがいい。お金払うから腹脂肪吸引してって言ったよね。何？言ったじゃん、ゼロマン。いや、お金払うからつか、痩せてほしいって言ったんだよ。払うから脂肪吸引してよ。いや、脂肪吸引は、脂肪吸引はなって言ったよ。払うからなんて言ってない。言ったよ、言ったよ。言ったの？言ったよ。でも俺は自然に痩せてほしいよ。で、自分だって痩せれないくせに。で、別に。しかもね、別に痩せてるからね。だからエステに関して、エステは自分で払ったしな。自分で払って、俺だって同じ自分で払う。でもそれ ギャンブルじゃないし、エステはあのあれだよ。で、整形もしないでね、ありのままが好きだから。整形はするよ。だからそれ、じゃあ俺が嫌がってるのかやめてよ。じゃあタバコやめてよ、臭いし、あと息も臭い。違う、整形しないでって言ってんの。じゃあ息臭直してよ。じゃあ不快だから一緒だよ。何が息臭って、なんで話を変えるの。だってそうじゃなくて、嫌なことをするなって言うから。違うじゃん、俺は温家寺、お前は整形で話してるのに、うん、俺温家寺で。だって別にギャンブルじゃないじゃん。お前整形で、温家寺と息臭って俺2つになってるじゃん。肌をきれいにすることは別にいいことじゃんか。いや、今天秤にかけてんのは整形と温家寺だから。いや、全然違うな。息臭とかなんか増やさないで。じゃあ俺温家寺やめるから整形もやめて。整形っていうか、整形はしないけど、肌きれいにするのは別にいいじゃん。それは別にいいよね。いや、もうしなくていい、十分きれいだから。肌をきれいにすることは別に悪いことじゃないじゃん。いや、十分きれいだからいいよ。でもいいじゃん。じゃあ俺がね、自分が稼いだお金で、うん、月5万円でやるの別にいいじゃん。それと全然違うよ。全然違うよ。じゃあギャンブルジジイと結婚したやついる？いや、月5万円だって。カイジと結婚したやついんの？カイジじゃないよ。カイジで。有り金握りしめてね、うん、泣きながら配信あのやってさ、ギャンブル。それ誰と誰が結婚したいの？俺はね、タバコとかお酒はやめてとは思わないけど。いや、お酒だって自分なりに減らしてるよ。週2とかにしてさ。あ、ありがとうございます、エイフちゃん。ありがとうね。いい？何が？5万円だけ。それ約束守ればいい。だからそれをなんか配信でわざと誘導させるやつやめてよ。だって配信外で言っても絶対ダメなんだもん。そうだよ。で、約束守ればいい？え？約束絶対守るんだったら。だからそれ前もこのくだりやったんだって、うん。約束守るんだったらいいかどうか教えて。絶対に守るって言ってさ、うん、それで前借りさせてってまた始まって。いや、それ絶対ないよ。あ、ありがとうね。ありがとう、久しぶり。なるよ。守るんならいい？守れないから言ってんの、うん、守るんならいいかどうか。ちょっと信じたじゃん。守るならいいかどうか答えて。何が守るんならいいかどうか答えて。守るならいいに決まってるじゃん、うん、守るよ。じゃあ信じてないんだから。守る。信じてないから無理だよ、うん、信じてないなら信じさせてやるよ。いや無理だよ。月5万無理だよ。俺追い出されたんだから数日後にね。守るんならいいって言ってんなら俺がやって守ればいいんでしょ。いや無理。やった時点で無理じゃないじゃん。信じてないよ。守ればいいんだよね。あんまりしつこいとあれするけどね。守ればいいんだよね。あんまりしつこいと、うん、契約書書くよ。それ守らなかったら100万円払うって契約書書くよ、母印で。守るよ、絶対に守る、絶対に守る。ちょっともう疲れちゃ、頭痛くなってきた。絶対に守るよ。うん、そうそう、配信のための温家寺だから。あんた配信外でもやってたやんか。2万円だけね。え？2万円だけ。配信外でもやってたじゃん。2万円だけだよ、うん、で、配信、あの、ギャンブルもやりたいし。で、1日2時間でいいよ。配信のネタになるし、いっかって感じよ。1日2時間でいい。何が？やらせて。じゃあアンケで決めていい？それで。すごい。ちょっと逆らわない。ちょっともう本当に。アンケで決めていい？逆らわない。やってっていう。じゃあ眉の枠でアンケで決めていいよ。え、やだよ。流れるで。ん？やだ。眉の枠でいいよ。一歩譲って。無理だよ。じゃあ、10% 半であげるわ。はい？だから、10割だから、俺が 20% 差つけないと、眉の負け、眉の勝ち。もういい、そういうアンケート。20%あんたなんでそういう時しかアンケの言うこと聞かないの？いつも聞かないよね、都合悪くなるとさ。いや、10% あげるんだよ。いや、いいって。
そういう問題じゃないから。眉とゼロワンのお互いの2人の間の話やんか、うん、じゃあ絶対約束守る、信じて。いや絶対ほんとやめてよ、ほんと信じて、眉信じて、信じて、触んなよ、信じて、触んな、ベタベタしてるし、信じて、変わったところを見せたいの、見せなくていい、信じてよ。ちょっとほんとしつこいって、あんましつこくするとあれだよ。わくむすん、くむくむ。ということで、歯じゃなくて女配信者がやるんだよ。じゃあ最後、お久しぶりです。あ、面白いって、ちょっとやめてって。ごめんごめん、顔が怖いわ。やめて、すいません。じゃあ喧嘩になっちゃうんで、この辺にしときます。皆さん、あまりねこういうことやると喧嘩になっちゃうんで、好きだよ、一番好き、まゆも、まゆもごめんね、終わるね。いや別に終わんなくてもいい。終わんなくて、やりたいとか やれないよ、運転できないし。前の服、服だけいい？だから服がもうこれも恥ずかしい。別にいいじゃん。やだよ、シミがついてるし。顔隠して。で見してあげてよ、服ぐらい。だからもうやめてよ、服ぐらいいいじゃん。服ぐらいいいじゃん。見してあげてよ、リスナーさん見たいって言うんだから。やめてっつってんの、けなされるだけだからやめて。いいじゃん、けなさしてやったら。は？けなさしてやればいいじゃん。服ダサいって、ダサいって言われるだけじゃん。もうちょっと器大きくなろうよ。だから今ちょっと今日は恥ずかしい気分なの。好きなこと言わしてあげなよ。今日は恥ずかしい気分なんだってば。なんでそんなキラコメばっか求めるの。求めてないよ、単純に恥ずかしいんだって。こんな格好で、うわ、やばい。何？マユリスのようちゃん、マユちゃんパンチって殴らせようとしてる俺を。ん、ひどくない？マユリスってひどくないよ、ムカつくじゃん。暴力はダメだよ。暴力してないじゃん別に。さっき殴ったじゃん。だからそれ誘導してるよね、うん、また殴らせようとしてるよ。何が？自分だってさ、爪でグッグってやるじゃん。あのそういう違うよって、まゆちゃんパンチってどういうこと？やめてよ。それでさ、やめな。いや録音するの。録音とか殴らせるのは良くないでしょ。さすがに。なんでそんなのいっぱい書いてる。まゆもこいつ帰らせろとか、眉、ね、殴れたり、ああ、そっちの方がたくさんあるよ。それはじゃあお互い様だ、うん、あんたの方が多いんだから。うん、分かった。それは確かに。そうだろ。うん。二人の関係よく分かった。本当？うん。ありがとう。うん。このやりとりで関係が分かる？また配信？あ、ねねちゃんありがとうね。みんなねねちゃん配信してるから、みんな行ってあげて。ねねちゃん、元うちのエース。あ、そうなんだ。そうだよ、一緒にデートしたんだ。へえ。マンス1位になったらデートしようって言って、うん、デートした。へえ、楽しかった。うん、うん、で、家まで送って、確か、帰り間際に、うん、チューしたかな、してないかな、ねねちゃん。牛しただけだっけな。そういうこと言っていいの？わかんないけど、確か最後ギューして、じゃあねって。興味ないっすか、うん、あ、チューはしてない、うん、懐かしい。余計な一言、あ、やっぱ言われたくない。別にいいじゃん、ねねちゃん笑ってるんだから。まゆちゃん大事にしてあげて。ねねちゃんだったらいい？音カジやっても。やだ、ギャンブルやる男は。まあ、見てる分には面白いけどね。だから俺がやりたいのをイメージだけ聞いて。いや、いいよ。囚人前にやらせたい、一回。うん、前にやらせたい。いや、いい。やらない。一回だけね。やらないよ。前にやらせたい、囚人を。それで、音カジリスナーにも前を好きになってほしい。おお、前をやるじゃんって。いや、大丈夫、大丈夫ってなるから。見たいでしょ、マユにやらせたいんだよ、マユに。うん、
おもろいっしょ。もういきなり行くよ、囚人。いや、いいって。うん。それを、絵を見てみたいんだよ。これ絶対ね、ハマりたくないしね。音カジって、いや、ハマらせないよ。あのね、裏カジノよりもね、やばいと思うわ。いつでもできちゃうしね、限度額も。だから月5万円って決めるじゃん。だからまたその話ちょっともう、ねち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 、お前だよ。約束守りゃいいんだろ。守るわ。捨てられたくないよ。捨てられたくないんだったらしつこくその話しないで。約束守るならいいって言うからじゃん。は、月5万ならいいんでしょ。だから守れないから。来月の分とか前借りシステムもなし、もうあと1万だけもなし。いや、それね、前も言ったんだよ。もうルール決める。ルール決めるっていうか、もうそういうの一切なし。月5万円だけ。その時も言ったんだよ。月5万円だけ。ちょっともう本当しつこい。それはリスナーも約束するよ。ね、みんな。みんなね、約束するよね。もうちょっとやれやれとか言わないでしょ。しつこい。ほら、OK って言ってるじゃん。しつこい。1ヶ月5万だけだって。だからやめてっつってんの。ギャンブルやりたいんだったら、マユ諦めな。どっちかにしなってんの。あんたが決めていいよ。マユ諦めれない。じゃあやめなよ、ギャンブル。いや、配信をやりたい。んじゃあギャンブル選べばいいじゃん。じゃあギャンブル何になったらいい。何がギャンブル。だからパチンコとかだったり。パチンコ、あとはスロットとか。競艇は。競艇って何なの。冒頭。競艇ってあの養分がさ、やってるやつだよ。何百万も吸ってるやつ。そうだよ。競馬はいいの。システムがちょっと分かんないんだけど。スロットなんか熱くなれないんだ。なんでギャンブル。だってリスナーが熱くなれないんだよ。なんだろうね。ねえ、スロット楽しい。パチンコ見てもう飽きたよな。もう飽きたよ。ふわふわミンは地味でね、当たらないとつまんないじゃん。演出もつまんないし、当たってる時にちょっと面白いぐらいじゃん。つまんねえよ。ジャグラーとか光ってたかが5000円で、連チャンしたら連チャンしたとか、勝っても10万円負けるのも10万円。オンカチは10万円負けたら100万勝つ可能性があるんだよ。わかる？ハイ&ローなんだよ。ギャンブル好きなこと付き合えばって言われてるよ。でもギャンブル好きじゃん。ギャンブル好きなこと付き合ったら破滅しちまうじゃねえか。だから言ってるんじゃん。俺はそこまで。じゃあそれでいいじゃん。そこまで行きたくないの。遊びの範囲でやりたいの。じゃあもういいわ。3万円でいい。じゃあもういいやだっつっての。3万円もダメ。だから前もじゃあ1万円ルールだったんだよ。3万円でいいよ。1万円ルールだったんだよ。言っとくけど、一番最初。じゃあ1万円でいいわ、やらして。もうやだっつての。今月1万円でもいい。それでもやりたい。1万円ルールでお前100万円使ったんだよ。1万円だけやらせて。信じないよ。奇跡起こすから。やだ。1万円だけ。信じない。だからもうしつこい。もう俺今から喋んない。もうどんなに言われても喋んないからね。喋んないの。1万円もダメなの。いやね、いや前は悪くないよ。俺が約束守らないのが悪いんだよ。俺もしつこいから毎日説得してもダメなんだ。ああそうだね、うん、でもね、普通に喋ってても言われるよ。マユがたぬきやがったら俺の悪口いっぱい言われるんや。やめときなって。所詮会心者同士のカップルなんて本当にね、心に余裕がないと応援できないから。分かってるんだ。アンケートしな。賛成はいで月5万円、うん、だからはい。あ、喋った。喋らないって言ったのに喋った。じゃあ喋ろう。